はい、ではセルシオでございます。雨続きだったんでね、洗濯物が3日分たまりまして、洗濯は洗濯機でできるんですけども、乾燥立ちどころに終わらせようと思ったら、この乾燥機をコインランドリーでやることですね。100円で8分なんで、だいたいね、私の場合は500円40分回します。そうするとカラッカラに乾くんですよね。で、ポイントは小さめの適正な大きさでやるんじゃなくて、コインランドリーにある一番でかいやつでいくこと。そうするとこの回ってね、こう布と布がこう固まらないでしょ。ばらけることによって乾くんで短時間で終わるんですよね。あと3分です。で、安くあげようと思ったら、確かに100円で10分回る方が同じ金額で長い時間回るんですよ。でも結局つめつめだと乾かないんですよね。まあ、こういうふうに一人暮らしの長い私は、まあ、考えておるんですね。そしていつもうまくいってます。今回3日分のほとんどうちの、まあ、衣類全般3人分、それが一発で乾くってことですよね。で、この乾燥が終わったら畳んでしまって歯医者に行く、これが午前中の私のミッションです。午後からはまた相場解説にズームイン。それでは。